絵面ひどー。こんばんは、乙村ゆにやです。シャングリラフロンティア1話の感想を感情共有感情爆発で語りたいと思います。チャンネル登録3000人目指してね、チャンネル登録お願いします。めちゃくちゃ好み、面白い。期待してたクオリティを超える作画、盛り上がり、さすが C2C。 1号枠でやる C2C さんの気合の入れよう、世界観にのめり込むような高揚感で終わる1話、これこそ1時間でやってほしかったな。冒頭はクソゲーをクリアした主人公三楽による男女平等ドロップキック。カズマさん、カズマさんでもこんなことしないよ。冒頭から女の子蹴るキャラいますか。主人公三楽はクソゲーをこよなく愛するクソゲーマー、略して変態。クソゲーオブクソゲーをクリアしてしまったので、なんか他にいいクソゲーないかなーってゲームの店員さんに聞く。いや、これは間違いなくド変態ですわ。するとクソゲーをクソだと知るために神ゲープレイを勧められる。そのゲームの名はシャングリラフロンティア。バーン。ここでの神ゲーの説明がいいのよ。わずかなアンチが数万倍のファンに押し流される、そのレベルの高評価。こんなワクワクする神ゲーの説明ある？どんなゲームなのって。早速 VR を装着、リンクスタート。キリトさん、そしてゲームの世界に入ると森、広大な大地が広がる。ここのファンタジー作品にとって一番大事な作画の背景、ワクワク感がすごくすごい。語彙力がエミリアタンになっちゃう。そして初回のモンスターはゴブリン。はぐれゴブリンか。ゴブスレさん、どっか行って。このゴブリンをしょっぱな一撃で倒して、すると強敵ウサギが出てくる。殺意たっけーな。ここからのバトルシーンが凄まじく1ミリも崩れない。年に何本も作ってこのレベルの作画、マジで C2C さんすげえな。初見殺しの強敵ウサギに対してクソゲーで鍛えたプレイヤースキルを使ってクリティカルヒット、ここでバーンって吹き飛ばす作画めちゃくちゃいい。そして首を狙ってきたウサギにカウンターを決める。ゲームらしいダメージのエフェクトが出てて分かりやすいのよ、ちゃんとカウンターしたっていうことが。強敵ウサギを倒した主人公はバグがない神ゲーが楽しくて楽しくて、始まりの街行かないで次の街を目指し始める。そこにいるのはエリアボスの巨大ヘビ。ここで BGM で盛り上げて世界観に入り込めてる主人公のワクワク感を視聴者にも体感させてんの。もうここのシーン見てるだけでワクワクする。これ絶対後半やばいよな。冒頭からこのレベルの戦闘見せられると後半どんな風になるんだろうってめちゃくちゃ期待しちゃう。そして最後は主人公がワクワクしながら終わる1話、すごく良かったと思うわ。俺やっぱりゲームの世界に入るとかそういうアニメめちゃくちゃ好きなのよ。いつになったら VR ゲームの世界に入り込めるんだ。 SAO もうできててよ。クソゲーを極めた主人公が神ゲーで、そのプレイヤースキルを活かしてめちゃくちゃ俺つえーやるんだろうけど、このレベルの良作の俺つえー大好き。やっぱり俺つえー好きなんだよな。だって中学生から俺成長してねえもん。今でもキリトくんがかっこいいよ。 A パートは主人公の性格だったり、ゲームを楽しんでる姿、そしてなんか家の事情、母親何やってんのっていうのをね、丁寧に描いてて、これが後半生きてくるんだろうなって。そしておそらく今作のヒロインのストーカー、このストーカーがゴリゴリ課金のめちゃくちゃ鎧着てんの好き。いや、やっぱ大男ってロマンだよね。ゲームだと俺大男にしちゃうんだけど、ロマンあるよね。でっかでか筋肉使いたい。そして主人公のキャラメイク、あれどうにかなんなかった。パンツ一丁、やっぱり変態じゃん。リズと青い鳥、青い鳥は幸運の証の鳥で、ドロップアイテムがめちゃくちゃ出る幸運キャラ設定。この幸運がやっぱり生きてくるんだろうな。マジでどんな話になるか俺初見だから全然わかんなくて超楽しみ。そしてシャングリのプロローグ飛ばしちゃう主人公、スキップするなよ。からのミニアニメで説明してくれるけど、あれはスキップするわ。要約すると、君たちはどう生きるか、パンツ一丁でいきます。個人的にはめちゃくちゃ期待してる作品、これ面白くなるよね。なってほしいな、面白くいて。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してない、チャンネル登録動画伸びるようになるので、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、パーティーメンバー推奨ってクソゲーだろ。ぼっちじゃ無理じゃん。